東京メトロポリタンテレビジョン東京メトロポリタンテレビジョン株式会社東京メトロポリタンテレビジョンは東京都放送対象地域としてテレビジョン放送事業を行う特定地上機関放送事業者株式会社 FM 東京東京 FM の持ち分法適用会社である愛称は東京 MX 略称 MX 呼び出し符号は j o n ス t v 1993年4月30日、東京都で、テレビ東京に次いで6番目の地上波民間、放送テレビ局として設立。1995年11月1日、地上アナログテレビジョン放送を開始。2003年12月1日、地上デジタルテレビジョン放送を開始。なお、全国独立放送協議会に加盟している、独立放送局で、 群馬テレビとち味テレビさんテレビ KBS 京都へ5時に夢中が同時ネットされるなど一部番組のネットワーク番組販売による他局との取引関係はあるが東名阪ネット6.5一所3チャンネルなどには参加していない。開局当初は東京都域テレビ局としてのカラーを出すために他の在京キー局に見られる特定新聞社の影響力を抑えていた。ただし 現在でも他局ほど親密ではないが、東京新聞を発行する中日新聞社が株主に名を連ねており、スポット CM も流れている。2012年に開局15周年を迎えたことを契機に大幅な改革に乗り出している。市場デジタル放送への完全移行により、事実上キー局と横並びになり、東京ローカルながらも経営、編成。 番組制作に蹴る質の向上や拡大が必然となったためである。以降は既存の番組のリニューアルや出演者の刷新、報道における東京都の情報強化などを推し進めている。略称には呼び出し不合のジョンクス TV に由来した MX を使用しているが、記者会見やインタビューなどでは東京 MX テレビと言っている。会社設立当初は 社名の東京メトロポリタンテレビジョンの覚悟の頭文字を取った TMT を使っていたが、開局時には MXTV または MX テレビ、さらに東京都のテレビ局であることをアピールする目的で東京 MX テレビという愛称が付けられた。そして、千代なく工事町の半蔵門、メディアセンターに本社を移転した2006年7月27日から、 現在の東京 MX という故障を使用している。これと同時にマスコットキャラクターの夢ライオンが誕生した。また2009年5月からは地上デジタル放送のリモコンキー ID である QCH をアピールする目的で Q と QCHQ ちゃんというキャッチコピーを使用しており、アナログ放送が終了する頃までステーションブレイク等の CM 内で頻繁に見られた。 2019年4月からキャッチコピーをつなげるテレビに変更。企業、団体は当時の名称。出展。地上デジタルに関する事項は地上デジタル放送への対応。マルチチャンネル化も参照。長年、東京都域には、いわゆるローカルテレビ局、都域テレビ局が存在しなかった。これを受け、かつて東京都知事であった。 鈴木俊一や東京商工会議所などの意向で東京都に密着した公局として開局に至った。開局前にはジャパンキャピタルテレビとの競り願いとなったが最終的には東京メトロポリタンテレビジョンに免許が与えられた。1995年の開局当初は多くの番組でのワイドクリアビジョン放送、自らカメラを持ち取材を行う映像記者制の導入、 延べ12時間以上にわたる地域ニュース番組枠東京ニュースを中心に置いたユース番組主体の編成を行い他局との差別化を図ったその一方でバラエティ番組は一切放送されなかったこれはテレビは儲かるという神話を信じて多くの企業が出資したもののテレビに詳しい人物がいなかったため元テレビマンユニオンの村木義彦をゼネラルプロデューサーという形 役員ではないで招聘し、村木の構想に基づいて編成されたものである。しかし地上アナログ放送時代は放送大学を除いて、長年 UHF 波送信のテレビ局が存在しなかった東京23区部と多摩東部では、慣例的に東京タワーに向けた UHF アンテナを立てていないために実質的受信可能世帯が少なく、経営面で苦戦が続いた。また当初は、 一部上層部による会社と経営の私物化や営業局部長級社員が開局番組を販売する努力すらせず会社を私物化していたとの情報もありそれに起因すると思われる経営悪化に伴う安易な辞任などがあった一律 UHF 派送信の地上デジタル放送の開始とその普及により都内の多くの地域ではようやく NHK やキー局と ほぼ同じ土俵に立てたことになる。1997年6月、FM 東京、以後、東京 FM 土俵期の代表取締役社長であった、後藤渉、現、東京 FM 相談役が、取締役社長、2007年より、取締役会長に就任。就任当初は、東京ニュースの12時間化に理解していたが、ここから、 経営体制や番組編成を大幅に見直し、番組編成において、一般番組の他に、通販番組や各種娯楽番組の充実に努めた、結果、2002年度以降8期連続で黒字を達成。2009年度決算で、累積損失を解消した2004年度で一度、累積赤字を一掃したが、翌2005年度に減損会計の導入や、社屋移転による、 現状回復等で巨額の特別損失発生、再び累積赤字を抱えることになった。なお元はマスメディア集中排除原則により2局で同時に代表権を持てなかったため、MX では代表権を有していなかった2010年6月から代表権ついた。代表権を外すことで2局の社長になるという入れ知恵を行ったのは当時の優政賞である。 アニメを除く一般番組については、東京 MX 番組放送一覧を参照のこと。原則として5時を起点とする24時間放送で、あるが、月曜2時35分5時、日曜深夜は、放送機器メンテナンスを行うため休止としている。また、不定期で平日にも休止する場合がある。開局時は、目玉として、ニュース番組の集中編成を行った。 東京ニュースはニューヨークの24時間ローカルニュースチャンネル NY1 と似ており、一人で取材を行う、長時間を編成するなどの特徴を持つ。しかしその後、経営改善のために東京ニュースを段階的に縮小させ、最終的に東京 MX ニュースブランドへ移行する。東京ニュース終了後は字幕ニュースと映像作品を放送するヒーリングタイム。 おしゃべりなフレンズ、5時に夢中。バラ色ダンディ、モーニングクロスなどの生放送、情報、ライティ番組、ブルームバーグ、2009年から、ストックボイスの金融ニュースの同時放送を行っている。報道を重視した放送体制をとっていたためか、時には既存の報道組織に束縛されにくい、身軽な立場を活かした報道体制を取ることがある。首都圏。 トライアングル各局では市町村の市長選挙が統一地方選挙以外で行われた場合、即日開票の結果を特別番組等を設置し、結果を報道するが、東京 MX では市区町村の市長選挙の即日開票化を統一地方選挙以外では当日の詳細報道は行わず、L 字画面で結果を報道、翌日の東京 MX ニュースまで詳細な報道は行わない。 一方で、都知事選、都議選については、開票特番を編成しており、特に2013年東京都議会議員選挙と2014年東京都知事選挙では、池上明をメインキャスターに据えるなど力を入れている。また、2013年都議選や、第23回参議院議員通常選挙の開票特番では、ツイッター上での視聴者の反応選挙とは、 無関係なものも含めてそのまま流したことが話題となった。2004年9月9日の衆議院総務委員会において当時発生していた一連の NHK の不祥事問題に関して当時の NHK 会長、海老沢勝次の参考人招致が行われた際、国会中継で生放送を行わなかった日本放送協会に代わって急遽東京 MX が 通常の編成を取りやめ、異例とも言える、同委員会の生中継を実施した。地上波で中継を実施したのは、東京 MX と東京 MX テレビが編成の変更を決定した直後、この内容をネットすることを決定したテレビ神奈川、TVK のみであった。開局当初は、放送対象地域外である、千葉県の柏レイソルの公式戦を放送していたが、 1999年より、地元サッカークラブ、FC 東京の J リーグ公式戦を放送している。他、応援番組、開始東京魂を放送している。なお、それ以外の東京都に、本拠地を置くクラブの東京ベルディと FC、町田ゼルビアの主催試合の中継は実施しておらず、試合結果等を、東京 MX ニュースで取り上げる程度であり、 応援番組の類も今のところ存在していない。開局当初から大井競馬場のレース実況を東京シティ競馬中継で中継している。ただし、競馬が昼間の開催になる当期は東京都議会中継と重複する場合があり、その際は都議会中継が優先される。他の独立局と同様に、毎年夏の高校野球の予選シーズンには、 地元である東西の東京大会を中継、放送している。開局当初は1回戦から決勝まで放送していたが、11時13時までは東京ニュースを放送して、この間は中継を中断していた。その後は中断こそなくなったものの、神宮球場で行われる、準々決勝以降のみの中継、放送となった。ダイジェスト番組は一切放送しておらず、 東京 MX ニュース内で試合結果などを伝えるに留まっている。また1996年から数年の間は東京六大学野球の中継も行っていた。1998年にプロ野球の放送を開始して以来、東京都を保護地域とする東京ヤクルトスワローズの主催試合、主に対中日ドラゴンズ戦を年間数試合程度自社制作で放送し、 対中日戦は、ギフチャンミエテレビへネットしていた。また、六甲おろしが、東京に吹くというキャッチコピーの下で、サンテレビ制作の阪神タイガース主催試合中継、サンテレビボックス席を、毎年20から30試合ほどネットしていた。しかし、2007年にソフトバンク本社が、放送枠を買い取る形で、ストロング、ホークス野球中継と題して福岡ソフトバンクホークスの、 主催試合の中継、映像制作は、球団が関与を開始してから和上が大きく変化する。ホークス戦の中継試合数は年々増加し、MX にとって貴重かつ絶大な収入源となるまでに至った。この影響で、阪神戦中継は2008年限りでネットが打ち切られ、東京ヤクルト戦中継も2012年を最後に全敗された。現在、 タイガース及びスワローズの公式戦が MX で放送される機会はソフトバンク主催の交流戦だけとなっている。これに加えて2011年には頑張ろう東北東北楽天ゴールデンイーグルス野球中継として東北楽天ゴールデンイーグルスの主催試合を中継したがこちらも映像は球団制作わずか1年限りで取りやめられている。 また、2013年は、日本女子プロ野球機構の試合を、夢、応援。女子プロ野球中継と題し、主に、関東を本拠地とする、イースト・アストレイアに関係する試合を中心に、週末に放送していた。なお、東京ヤクルトと同じく、東京都を保護地域とする読売ジャイアンツ、巨人の、主催試合については放映権を与えられていないため一度も、 中継したことがなく、ビジター試合も現在は全く放送していない。上記の阪神戦中継には、対巨人戦も中継対象に含まれていたが、ネットの打ち切りにより、巨人戦の放送も消滅した。また、ソフトバンク主催の交流戦中継でも、対巨人戦だけは一度も放送されたことがない。1996年頃より、株主の鹿島建設の影響もあって、 X リーグを中継している。2007年7月18日に、ボクシング WBC 世界フライ級タイトルマッチ、ポンサクレック・ボンジョンカム対、内藤大輔戦の生中継を行った。内藤の所属する宮田ジムと交流のあった、富士テレビの都合がつかなかったことから、中継先に、東京 MX が名乗りを上げたもので、東京 MX としては、異例と言える。 格闘技の中継放送実施とな、以前には総合格闘技 DOG を中継したことはあった。なお、2016年よりは総合格闘技パンクラスの中継放送を行っている。2008年よりツアーオブジャパンにおける東京ステージの生中継を開始した。国内の自転車ロードレース大会の生中継は異例である。かつては東京都を本拠地としていた。 プロバスケットボールチームである東京アパッチの試合中継は行われておらずニュース番組などで特集された程度である近年では東名阪の独立局を中心に放送されているアニメ番組群いわゆる独立局アニメ UHF アニメも積極的に放送している当初は上記の理由から実質視聴世帯が少なかったこともあり近隣の独立局に比べて 番組数は少なく、本数も時期によりばらつきがあった。しかし地上デジタル放送が普及しだした2006年以降は、日本テレビ出身のプロデューサー、当時、現、顧問が、アニメを放送すれば勝てると発案したことが発端となって、次第に増加傾向にあり、東京スカイツリーに送信書を移転した2012年10月以降、関東地方における独立曲アニメは、 本局独占放送の作品が主流となった。日によっては2から3時間にわたってアニメ番組が続く。土曜は情報系番組含めると4時間連続。大図書館の羊飼い、つぐももなど全国の地上派では本局が独占放送するアニメもある。また、早朝 S2.092 チャンネルの朝6時台と夕方16時台以降には主に番組販売を 通じて購入した旧作を日替わりで編成。さらに、全国ネットの民放では全廃された、プライムタイム、主に夜の19時台や22時台での放送を行っており、2000年以降に放送された、UHF アニメやキー局、ワウワウ、専門チャンネルが制作関与した作品の実質再放送も行っている。一般に、 各局ローカルの編成となる独立局アニメの同時ネットにも力を入れており、2011年4月以降は ETV 枠で放送される番組の一部において、群馬テレビやとチギテレビと一週間遅れある E 同時で BS11 もネット、2013年4月からは一部番組において、3テレビや KBS 京都との同時放送を実施している。近年は、 東京国際アニメフェアの実行委員会にも参加し、特別番組や国内外の各種コンペティションで受賞に輝いた作品を放送したこともある。また、アニメ、声優などに関連する情報番組やバラエティ番組も放送している。このように先進的な取り組みをいくつも行っている。かたわら、2014年4月にアニメ事業部を設置し、近年ではかねてから、 アニメ番組に力を入れている毎日放送を、MBS の丸山博夫プロデューサーからアドバイスを受けていた。また、アニメ事業部の小山一志工部長は、アニメ業界にお世話になったので、その恩返しをしたいなと、東京 MX アニメ祭りを開催したいですねと語るなど、アニメ業の拡大に意欲を強めている。独立局がアニメ作品の制作に関与するケースは少ないが、 本局では2013年頃から増加の傾向を見せている。開局前の1995年より東京ニュースを日本語、英語で伝えていた。また映像記者紹介をするなどインターネットの活用をしていた。2006年8月からブログ TV の本編を YouTube などの動画共有サイトで配信している。このような形で日本の放送事業者が 動画共有サイトを活用して自社の放送コンテンツをほぼリアルタイム無料配信する試みは初めてであった。2007年7月には日本の地上系放送事業者として初めて衛星放送を含めればスカパー JSAT 当時スカイパーフェクトコミュニケーションズに続く2社目として Google 及び YouTube と提携 YouTube 内にブランドチャンネルを開設し東京 MX ニュース 石原と知事会見、男子、陳平の言いたいっぱなし代などの番組を CM をカットした形で配信を開始した。また2008年1月からは芸能サプリ、現、芸能うららの一部も放送日当日のみ配信される形となっている翌日の配信時に削除。2009年からは曲及び主要を書く番組が公式ツイッターアカウントを開設し情報発信を行っているほか、 2010年4月から開始のホワイトボード TV や i p ップイ,ジュインパークではツイッターやアストログを使った視聴者参加企画も実施するなど積極的にインターネットの活用を進めている。2015年7月からインターネット経由のサイマル放送を受信するためのスマートフォン専用アプリ MCAS の実証実験を始めた。ただし配信される番組は アニメ番組や情報番組などのうち一部に泊まるエリア制限により受信できない地域がある。2006年7月、テレビのデジタル化に対応するため、及び報道取材における都内主要拠点への利便性や営業活動の円滑化を目的に、本社を江東区大見のテレコムセンターから東京都千代田区麹町一目の半蔵門、メディアセンター、旧東城インペリアルパレス。 に移転したこの新社屋には、ハイビジョン放送の設備が設置され、待望のフルハイビジョン放送、額縁放送の解消やワンセグが買いれた。当初の予定よりは遅れたものの、メディアセンターでの収録番組は生、収録問わず、ハイビジョン化された。本社移転を、フルデジタル化、完全デジタル化と PR したが、これは、デジタルマスターが、簡易マスターから、 フルハイビジョン対応になるということであって、すべての番組放送がフルハイビジョン画質で放送するという意味ではなかった。なお、本社移転で、旧本社の第一スタジオクラスの広さを持つスタジオが、本社になくなったため、広いスペースを必要とする番組の収録には、本社資金地の千代田ビデオスタジオなどを使用している。地上デジタル放送に完全対応した機材への更新に伴い、 NHK を除く在京テレビ局のレギュラー編成としては初となるマルチチャンネル編成を2006年7月より開始している。2011年7月24日、低波時点デジタル放送の送信出力は 3kW、アナログに換算すると映像出力で 30kW と大きい。これは NHK を含む他局と同様に東京タワーからの電波で 多摩地域までカバーできることや、八王子中継局の電波との渾身の影響により、デジタル放送では多摩中継局を地局しなかったことによるものである。その多摩地域にも別に中継局がいくつか設置されている。また、東京都外でも神奈川県川崎市のほぼ全域、横浜市の大部分、相模原市の全域、座間市の全域、全域大和市の全域、 横須賀市の東京湾沿岸、千葉県北西部、東京湾沿岸、埼玉県中央、西部、東部、茨城県県南の一部、土浦市など、NHK 水戸放送局の親局、20CH のエリアは、東京スカイツリーから送信される 16CH のみ、などでもデジタル放送が視聴可能となっていて、国道16号の内側はほぼ視聴エリアであった。一方で、 都心でも受信が良好でない地域、葛飾区、羽田空港などがあり、このことは同年8月26日の東京新聞の反響の欄でも取り上げられた。そこで在京他局と同様に南市町の改善などを目的に東京スカイツリーへの送信設備移転を推進。2008年12月1日、東京スカイツリーを運営する東武鉄道、 東部タワースカイツリーとタワー利用予約契約を締結したと発表したが、TVK をはじめとした関東地方の他の独立局5局は MX の電波が都外にも大幅にスピルオーバーを起こすとして反発していた。スピルオーバーの拡大により関東独立局で統一する予定だったリモコンキー ID は当局のみ急に変更された。また、茨城県では MX と同じ 20CH を使う NHK、ミト総合、親局などとの懇親が激くなるため、放送大学のアナログ放送終了後に空いた 16CH に物理チャンネルを移動することで、懇親対策が行われた。その後、2011年1月28日の送信書、移転認可、移設、2012年10月1日より、 物理チャンネル切り替えを行うための東京タワーと東京スカイツリーの二極サイマル放送を半年間経て2013年5月12日正午をもって東京スカイツリーからの送信に全面移行した。そして東京タワーからの送信は同年5月13日18時をもって終了した。東京スカイツリーからの送信開始後の公式サイトでは 東京スカイツリーから5 0トル、神奈川県から時計回りに、横須賀市、厚木市、埼玉県飯能市、東松山市、行田市、茨城県小賀市、筑波市、千葉県成田市、八幡市、木更津市あたりまでを受信エリアの目安としている。伊豆諸島には中継局が設置されている。小笠原諸島の父島や母島では中継局電波や協調。 有線で受信されている。アナログ放送では通信衛星を介した電波の再放送であったが、デジタル放送では、八丈島にある八丈中継局の電波を道内で受信し、海、底光ケーブル経由で小笠原諸島の父島、母島に送られ、ケーブルテレビ局を通じた再放送で受信されている2011年5月18日から試験放送として、 地上デジタル放送の再放送を開始。なお、アナログ中継局の開局当日には、早朝のニュースで、キャスターが、小笠原住民向けの挨拶を行ったほか、30分の、東京ニューススペシャルが組まれ、当時知事だった、青島幸男の挨拶も放送された。この挨拶によると、小笠原ではゴーストが発生しないため、うちのテレビよりきれいに映るという。 東京 MX は CATV 及び EATOV において再放送されている。2010年頃からアナログ放送では区域外再放送していない CATV でもデジタルで新たに区域外再放送を始めるケースが急増した。太字記述の壺根はパススルー再送信をしている。以下の東京都外のケーブルテレビでは東京 MX の区域外再放送が行われている。 2012年度より東京 MX には社員アナウンサーが一人も存在せず日本の地上波テレビ局としては極めて異例の組織編成となっているニュースもすべて外部契約のフリーアナウンサーが担当していたが2014年7月から2016年3月までは報道局記者がキャスターを務めていたためこの間に限り復活した格好となるまた 2017年10月以降再び報道局記者がキャスターを務めているため3度復活した格好となる。以下ではアナウンサーの名称を使用していた1999年度から2011年度の間に在籍していたアナウンサーと現在キャスターとして東京 MX ニュースに出演中のアナウンサーを示す。は1999年度にビデオジャーナリストからの転身。 は現在フリーランスの元東京 MX 所属アナウンサー以下3名は東京 MX 報道情報局報道部所属で東京 MX ニュースのキャスター以下の5名は東京 MX ニュースのキャスターで外部のフリーアナウンサーである MX ヒバル中継局 MX 日野原中継局は東京都西多摩郡ヒバル村にあった東京メトロポリタンテレビジョン 東京 MX の中継局。西多摩郡ひばる村加減橋の薄木山北方の薄木神社北北西に置かれ、ひばる村内などへ電波を発射していた。また東京メトロポリタンテレビジョンの中継局のみ置かれ、在京広域テレビ局は、当地に中継局を置いていない。送信空中線回抜口は816.0メートルで、1997年。 当時東京都内に置かれていた中継局としては最高所にあった。デジタル放送は設置の予定がなく、2011年、平成23年7月24日をもって廃局。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。